UEFA ヨーロッパリーグ2019から20、UEFA ヨーロッパリーグ2019から20、決勝 UEFA ヨーロッパリーグ2019から20決勝は、欧州サッカー連盟により開催される UEFA ヨーロッパリーグ2019から20の決勝戦であり、11回目の UEFA ヨーロッパリーグの決勝戦である。試合は20年8月21日金曜日に、 ドイツケルンのミュンゲルスドルファー・スタディオンで、スペインのセビージャ FC とイタリアのインテルの間で行われた。ヨーロッパでの新型コロナウイルス感染拡大により、無観客試合として開催された。セビージャがインテルを3-2で下し4年ぶり6度目の優勝を果たし、UEFA チャンピオンズリーグ2019から20、王者と対戦する 2020UEFA スーパーカップの出場権を獲得した。 また、UEFA チャンピオンズリーグ2020から21の出場権も獲得したが、セビージャはすでに出場権を得ていたため、リーグ案で3位に入っていたスタトレンヌに与えられた。決勝戦が行われたミュンゲルスドルファー・スタディオン。決勝戦は、当初2020年5月27日に、ポーランド・グダニスクのスタディオン・エネルガー・グダニスクで開催される予定だった。 しかし3月23日に UEFA はヨーロッパでの新型コロナウイルス感染拡大により決勝戦を延期すると発表6月17日準々決勝以降の試合をドイツでの集中開催一発勝負の方式へと変更し決勝戦はケルンのミュンゲルスドルファー・スタディオンで開催されることに なった。ミュンゲルスドルファー・スタィオンでヨーロッパコンペティションの決勝戦が開催されるのはこれが初めて。この会場は1923年に完成し、1948年から 1FC ケルンのホームスタジアムとして使用されている。これまで UEFA 欧州選手権 1988FIFA コンフェデレーションズカップ 2005-2006FIFA ワールドカップなどが開催された。中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。当大会のアンバサダーは、元ポーランド代表のアンジェ・ブンツォルが務める。UEFA カップ1987から88では、バイエル・レバー,クーゼンの選手として、優勝を経験している。2020年8月18日、 UEFA はオランダのダニー・マッケリーを投資愛の主審に任命した。マッケリーは2011年から FIFA の国際審判員を務めており、UEFA ヨーロッパリーグ2017から18、決勝の追加副審、UEFA チャンピオンズリーグ2018から19、決勝の VAR を担当した。副審は、マリオ・ディクスとヘッセル・スティーグストラ、第4審判は、 アナスタシオスシディロプロス、VAR は、ヨヘム・カンフィス、VAR アシスタントは、ケビン・ブロム、パウェル・ギル、パウェル・ソコルニキがそれぞれ担当する。チーム 1V、チーム2前半セピージャは準決勝、マンチェスター・ユナイテッド戦からスタメンを一人変更。最前線にユセフ・エン・ネシリではなくその準決勝で、決勝点を挙げた、ルークでングを置いた。一方のインテルは準決勝。 シャフタール戦と同じ11人が先発、これで4戦連続同じ11人が先発することとなった。開始3分、インテルが相手の CK からカウンターを発動すると、FW ロメルルカクがセビージャ DF ジエゴカルロスを振り切ろうとしたところで倒され PK を獲得する。これをルカク自ら決め、インテルが早い時間で先制に成功した。ルカクは、 L 連続得点記録を11に伸ばした。リードを許した、セビージャダがピッチを広く使いながら、ボールを支配して攻めると、12分に、右サイドからヘソスナバスのクロスにでヨングが、ダイビングヘッドで合わせて同点に追いついた。その後は、一進一退の攻防が続き、16分、インテルは、エリア内で、ニコロ・バレルラが、ルカクへ、浮き玉のスルーパスを通そうとするも、D ・カルロスが阻止。 この時ボールが D ・カルロスの左手に当たっていたように見えたが笛は吹かれずインテル陣営が猛抗議。その際セビージャ MF エベルバネガの挑発に激怒したインテルのアントニオ・コンテ監督にイエローカードが出されたが挑発の内容も含めて物議を醸している。さらにセビージャは試合を押し気味に進めると33分バネガの FK を 大外で待っていたでヨングが頭で合わせて逆転に成功。しかしインテルはその3分後にマルセロ・ブラゾビッチの FK にディエゴ・ゴディンが頭で合わせて芝叩く間に同点に追いついた。前半はこのままにカラーニで終了した。後半後半は一転してインテルの構成。51分、右サイドを突破したダニーロ・ダンブロージオのクロスをラウタロ・マルティネスが落とし、 走り込んだロベルトガリアルディーニが、右足で狙うが、ディ・カルロスのブロックに阻まれた。さらに65分、バレッラの、スルーパスに抜け出したルカクが、GK と1対1の絶好の決定機を迎えたが、セビージャ GK アシンブヌの構成ブに阻まれた。押し込まれるセビージャは71分、ルーカス・オカンポスが右足を痛めて、ムニル・エル・ハダディとの交代を余儀なくされる。 それでも74分、右サイドで不敬を得る。バネガのキックは跳ね返されたが、エリア内にこぼれたボールを、ディーカルロスが、バイシュクルで狙うと、相手に当たって、コースが変わりゴールイン。劣勢の中勝ち越しに成功した。リードを許したインテルは78分に、アレクシス・サンチェス、クリスティアン・エリクセン、ビクター・モーゼスを同時投入し、攻撃的に出る。分には、 アレッサンドロバストーニの左クロスをモーゼスが押し込みに行くが、相手 DF 陣に阻まれ、こぼれ球をサンチェスが流し込み G ケーブルの画像を破ったが、カバーに入った DF、ジュールンでに、ゴール手前でクリアされてしまった。87分には、アントニオ・カンドレーバも入れて、猛攻に出たが、ネマニャグデリ、エンネシリを投入して守り切りに行ったセビージャを、最後まで崩せず、このまま、 タイムアップ。セビージャが3の2でインテルを破り、3年ぶり4度目のヨーロッパリーグ制覇を達成した。ありがとうございます。